はい、こんばんは、小坂です。今回は、紅葉する植物ですね、イチョウとモミジを、秋に向けて描いていこうかなと思っています。簡単に描き方を解説していきます。でイチョウの、描き方のポイントですねとしては、葉っぱの先がちょっとねふにゃふにゃ、ギザギザしているっていうのがまずポイント で真ん中の方にね大きい切れ込みがあります。で太いペンで最初輪郭を描いてあげて、細いペンで、筋をね描いてあげるといいですね。イチョウは東京の都のシンボルマークにもなっています。こんな感じですね。で次にモミジを描いていきます。でモミジはだいたい葉っぱの、分かれている数ですねが、だいたい7枚になっています。で最初にその中心となる筋ですねを7本描いてあげると、描きやすいかなと思います。で真ん中の葉っぱは大きく、で後ろ側の葉っぱほど小さめに描いてあげると、バランスよく描けます。で先の方は結構細く尖った感じになっています。でギザギザとした感じのタッチで描いていきます。でちなみに、モミジと、カエデの2つがありますよね。カエデはね、メープルシロップとか言って、メープルで、ありますけど、カエデとモミジの、違いですね。どう違うのっていう、ことなんですけど、一応カエデは紅葉する植物全般で、広い意味ですねに対して、モミジっていうのはその一部、カエデの中にモミジっていう種類があるという感じらしいです。モミジ以外にもね、いろいろ紅葉する植物は結構あるので、それを、全部含めて、カエデという感じらしいです。でこっちも細いペンで筋を描いてあげます。でここから今回は色鉛筆で色もつけていきます。だいたい一応は、クリーム色系から黄色系の色で、全体塗ってあげます。で、もちろん緑色の一応もあるので黄緑系ですね、それを少し混ぜてあげてグラデーションにしてもいいと思います。で次にモミジですね。モミジは、暗めの赤から、赤系、鮮やかな赤系の色を使って、全体塗ってあげますね。もし色のグラデーションつける場合は、黄色系からオレンジ系、赤でグラデーションをつけていくと、いいですね。やっぱり日光の当たり方によって、色のムラが結構できるんですよね。カエデとか、そう、モミジ。紅葉する植物は。なので、その雰囲気もね出してあげると、リアルになるかなと思います。何枚かねそのたくさんモミジとかねイチョウを描く場合はそういうのをね混ぜてあげるとよりリアルになると思います。でグラデーションつける場合はこんな感じですね。割と少しずつ色を塗って重ねていくと綺麗なグラデーションになりますね。いっぺんに強い色で塗らない方がいいですね。で、大体こんな感じです。少しずつ塗り重ねていきます。ペンでねある程度書いてあげると結構色の塗るの
色をね塗るのも簡単でいいので、最初のねペンを丁寧に描いてあげるというのが、まあ、ポイントになってきます。で使った色鉛筆は大体この色鉛筆です。ぜひ皆さんも描いてみてください。他にもねいろんな動画上げてるので、よろしかったら見ていただけると嬉しいです。あとチャンネル登録もねお願いいたします。それではまた。